俺の人数は一人から千人までだぜ。それに逃げるわけねえだろ。なぜそこまで弟にこだわる。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思っているからだ。なんだ、加賀先生か。五代目がお呼びだ。すぐに支度しろ。この子がジライユちゃんの弟子か。はい、これが渦巻ナルト。ジジイのカエル。なんだ。こら、口を慎めナルト。ジライヤちゃんが戦死した。は？少し前から暁のリーダーが雨隠れの里におるらしいちゅう噂があってな。ああ、しかしジライヤ様は潜入諜報の術に長けた方だからな。その通り。ずいぶん昔のことだ。忍海大戦の混乱の中、ジライヤは身寄りのない孤児の面倒を見ていたんだ。まさかあの時の子供がな。ジライヤちゃん、最後にわしにメッセージを残して倒れたんじゃ。それがこれじゃ。ナルト、エロ仙人が五代目火影になってたら綱手のばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。口寄せの術。悪いな、いつもそんな役回りを押し付けて。なんだ急に。オロチマルを止められなかったことを悔い、ずっとオロチマルの動きを一人で調べ回っていたのだろう。これで小説の続編も早く出せるってもんだ。ペインの、おおるおる、ピッチピチのギャルちゃんたちが。こら、うん、よう取れとるわい。これで預かったものは全て渡したぞ。ええ、確かにありがとうございました。必ずやペイン攻略の手がかりを掴んでみせます。いいか、ナルト、お前を強くするのに使える時間はたった3年だ。わしが生きて帰ってきた時は。なあ、冗談だ冗談。はじめましてだな。俺ジライヤってんだ。バカ野郎。いずれ立派な火影になると信じて疑ってなかった。ジライヤ様はお前をずっと見てるさ。今だってどこからかな。だから今まで通りの褒めてもらえるようなお前でいればいい。いつまでも落ち込んでんな。優秀な弟子なんだからな。数字の羅列だから共通鍵暗号だね。解読できるんすか。ぶっちゃけ鍵を知らないと無理です。鍵？それは分かりませんが、ジライヤ様のことをよく知っておられる方なら鍵を知っておられるかもしれませんね。なんとも言えんがね。誰に伝えたかったのか考えてその方に当たってみれば何か手がかりがあるかもしれんね。しかまるか。
おい、ナルト、どうなんだ、ナルト。ああ、悪い悪い。お前、ちょっと俺に付き合え。で、紅先生。ああ。焼肉の食いすぎで病院か。常人以上じゃから。お子さんだ、肉じゃねえ。俺は死からいろいろなもんを託された。お前だってそうだろう。それこそ数限りなくよ。お前もいずれラーメンおごる側になるし、ナルト先生とか呼ばれんだろうよ。俺たちだっていつまでもガキのままじゃいられねえ。アスマやジライア様みてえな、あんなかっけえ忍びになりてえならよ。